はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーター、トミーでございます。アロマテラピー検定1問1答シリーズ、今回からまた、2級編に戻っていきたいと思います。一応、昨日ですね、アロマテラピー検定11月1日に行われまして、まあ、いろんな方からコメントをいただきまして、一旦、まあ、一段落したと思います。合格した方は、おめでとうございますということですね。はい。まあ、告知通り、引き続き、このシリーズを続けていきたいと思いますので、100問ずつぐらいまで2級と1級を、まあ、毎日必ず1問は上げていきたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。はい。では、今回のタイトルは、クレオパトラが愛した香りということですね。はい。まあ、ここからちょっと私のオリジナルな問題を、作っていこうかなと思っています。今までは公式問題集から、まあ、何ですかね、試験に特化した感じで、素直に出していたんですけども、まあ、私なりにちょっとひねりも加えながら、面白いような問題を作っていけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。では、問題に行きましょう。はい、問題です。絶世の美女と言われたクレオパトラが愛した香りを次の中から一つ選びなさい。A がジャスミンアブソリュート、B がオレンジスイート、C がローズ、D がラベンダーとなっております。はい。まあ、公式テキストの一番初めに出てくる、歴史の部分ですね。まあ、ここはあまり、試験では出題されない項目になってたんですけれども、まあ、香りの、起源を知る上で、まあ、重要かなと思って、ここを出させてもらいました。はい。では、まあ、これは知ってればすぐ解ける問題ですけども、答えいきたいと思います。答えはですね、C のローズ、バラでございますね。はい。まあ、クレオパトラといえば、バラを愛した人として有名です。はい。では、キーポイント、クレオパトラについて見ていきたいと思います。まあ、この人がアロマテラピーとどういう関係があるのかっていう視点で見てほしいです。はい。アロマテラピーを政治にまで利用した人物として有名ですね。香りの力で多くの英雄ですね。はい。魅了して、特に、バラの香り、ローズを香りを好んで使ったと言われていますね。はい。バラを部屋中に敷き詰めたり、美容のため植物油に様々な芳香植物を加えたオイルで、まあ、香油のことですね。入浴後にトリートメントをしていたと言われています。はい。まあ、それぐらいバラがめちゃくちゃ好きだったと言われていますね。まあ、家臣のこう女性にね、バラを一生懸命ね、こうすりつぶして香りを、作らせているところが壁画で残っているぐらいですので、まあ、それぐらいもうひたすら、バラを好んで使っていたということで言われておりますね。うん。まあ、こういう、歴史的な人物とアロマを絡めることによって、まあ、どういう人がね、どういうアロマを利用していたのかっていうのもね、使って、まあ、使うことないか。まあ、でも知っておくと重要かと思いますので、はい、香りの起源を、遡って知るということでした。はい。では、今回は以上でございます。また次の動画でお会いしていきましょう。See you next time. Bye bye.